選手モロッコカサブランカ出身左利きの選手自己最高ランキングはシングルス4位ダブルス3位 ATP ツアーでシングルス11勝ダブルス28勝を挙げた4大大会では地元の全仏オープンで2度男子ダブルス準優勝があるフォルジャの家族は祖父と父親もテニス選手という名門一家であった 1982年にプロ入りし4大大会初出場となった全仏オープンでジミー・コナーズとの3回戦に進出する。2年後の1984年、フォルジェは男子テニス国別対抗戦、デビスカップのフランス代表選手に初選出された。1986年10月、フランス・トゥールーズ大会で男子ツアー大会のシングルス初優勝を達成。 このトーナメントでは、かつて彼の祖父が1946年、父親が1966年に優勝したことがある。1987年の全仏オープンで、フォルジェは同じフランスのヤニック・ノアとペアを組んで、男子ダブルス決勝に進出したが、アンダースやリードロバート・セグソ組に7から6、7から6、3から6、4から6、2から6の逆転で敗れ、 地元大会のダブルス優勝を逃した。先に、フォルジェノア組が第1、第2セットのタイブレイクを練習したが、その後相手ペアに3セットを練習されて、逆転負けを喫した。キーフォルジェは1991年に、キャリアの最盛期を迎え、全豪オープンとウィンブルドンで、初めてのベスト8に入ったが、両大会とも準々決勝で、ボリスベッカーに連敗する。この年、 デビスカップのフランスチームは1932年以来59年ぶりの優勝を達成し、フォルジェとアンディル・コントがフランスチームをデハエでの復活優勝に導いた。11月29日から12月1日にかけて地元フランスリヨンで開かれたワールドグループ決勝戦でフランスはアメリカを3勝1敗で破った。フォルジェは アンドレ・アガシとのシングルス第一試合を落としたが、第4試合で、ピート・サンプラスを7から6、3から6、6から3、6から4で破り、この勝利で、フランスチームの優勝が決定した。59年前の1932年は、かつてのフランス、四十視と呼ばれたアンリ・コシェ、ジャン・ボロトラ、ジャック・ブルニオンたちが活動した時代である。その後、フランスは、 団体戦で長期間の低迷期に陥り、ワールドグループの下にあるヨーロッパゾーンから出られない時期もあった。それだけに、フォルジェとルコントがデハイ復活優勝を実現させたことは、フランスのテニス関係者を大いに盛り上げる出来事であった。その後のフォルジェは、ウィンブルドンで1992年1994年にベスト8。 全豪オープンで1993年にベスト8、進出があったが、4大大会の男子シングルスでは、ベスト4以上に進むことができなかった。1996年の全仏オープンで、ホルジェは、ヤコブラセクトペアを組み、9年ぶり2度目の、男子ダブルス決勝に進出する。2人は、エフゲニーカ・フェルニコフ&、ダニエル・バチェック組に2から6、3から6のストレートで敗れ、 フォルジェはまたもや優勝を逃してしまう。1996年、フォルジェはデビスカップでフランスチームを5年ぶりの優勝に導き、自らの競技生活で2度目のデハイ優勝を果たした。フォルジェは優れたダブルス選手として男子ツアー大会のダブルスで通算28勝を挙げたが、パートナーを組むことの多かった選手は、ヤニック、ノア、アンディル・コンと、ボリス・ベッカー。 ヤコブラセクなどであった。1990年10月の成功スーパーテニスでは、ラセクとのペアで日本のトーナメントに優勝したこともある。1997年、ギー・ホルジェは32歳で男子テニスツアーから引退した。選手引退後のホルジェは、1999年から2012年までデビスカップのフランスチーム代表監督を務めた。ありがとうございます。